じゃあとりあえず僕以外でトーナメントしてもらって最後は僕とっていう形でお願いします。じゃあじゃあ藤島イコシューでとりあえず始めちゃってください。お願いします。パッパ行きましょう。藤島くん 1P、 イコシューくん 2P でお願いします。さあやり慣れてるこの2人、エキストラ純正エキストラ対酒ダッシュ。さあ今日対ウラクリス、これはちょっとウラクリスやりやすいと思うんですけど、どうですか、ね、スライディング。今日本作りから今日有利との声が来たけど本当ですか、本当ですか。はい、ああ垂直 B にクリス何もできないっていう、そうなんです。なんて強敵、もし裏クリスがリード、クリスマ君の今日初めて見ました、ね、おお使ってますか。あ、たまに使ってるんですか。あ、2回目ですか。やばい、レアなようです。これはやっぱり、ね、あの まだ今日は先方です。ガンテッパ、これはフルコンボ開いた。あ、あ、や、安い、安いの。担当者に笑われちゃいます、ね、コンボがぐだってる。 SR さんあたりに、ね、SR さん、キャッツさんに笑われちゃうなこれ。マックスがまたしょうもないこと言ってますのでお願いします。この色の今日がかっこいいと発言してます。左ですか？どっち側の今日ですか？放送カラー。カラーの話で盛り上がっている。画面では自己衆が相当追い詰められている。さあ、相当苦しい。最後一度くとね、藤島今日強い。なんだあれ、あれ密着判定ない今日のやつ、判定前に行く。あの光景よく見るんですけど、なんか判定がないみたいですね。前に行っちゃうらしいです。さあ、中堅表やしろ対表京。さあ、もう相当厳しい。さあ、チビ振られてるだけで厳しい。これじわじわ体力が減っていく。何か一発を狙って、おここで奥攻めからさらに7回って投げ、きっちり読んでいる。さあ、手首入れないか。あー、ミスっちゃった。最後ここできっちり出していく。あー、最後はファイナルインパクトで締めた藤島君勝利ということで、次はルーザーズの流れでいくんで、そのまま藤島君座っといて。で、藤島対マックス始めます。お願いします。
さあ、ルーザーズというかもう勝ち上がり、あの勝ったりとかどん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 下から上がっていく方式でやっていきますんで、次は麦マックス対さあ恥ずかしい名前もしっかり呼び出されて麦マックス対本家のマックス、どっちのマックスが本物なんだこれ。マックスはエキストラ出ますかね、あの3キャラ出ますかね、あの3キャラ来るんじゃないのこれ、来ないの、来ない、サブでやってやるよと。おっと、さらにスキンヘッド出てきましたよこれ。あれ藤原君、藤原君はガッタービッグエイジグラウザーベニマルコンボを忘れたベニマルがどうなるか心配ですが、そう反応さんだけに、あ初心者みたいなことを言っている。藤原さん、サーティーンが最近やってる。サーティーンのせいでコンボがおぼつかないんですが。さあサーティーンは言い訳なのか。ミスタービッグ対ベニマルが始まる。さあ FE で強化されてる。おっとしかしここで端っこの攻めが始まる。これはおっと投げぶつかったところに上から一発。これはやっぱりベニマル有利だと思うんです。どう見てもベニマル有利に見える。これ相当苦しそうですか。なんか秘策があるんですか。あっとコンボに行ってしまい、こっちがなんじゃこれ全くやり込んでいないさあ後ろ君出ない出ないと何かもだえているが、体力は大幅リード。おっとこのタッチビーを振っていく。もうここはもうタッチビー、さあやるしかないミスタービッグだが怪しい動き。あーあーもう楽しさのところに、しかしこれ隙がない。少ないないんですかね。あっと牽制の笑みを放った内間君からの勝利。体力は3割程度。ここで中堅はマックスの表量。藤間君、あの緑色のベニマル使ってますね。いや、見たら分かりますね。相当しょうもない情報が入ってきたが画面上では量がかなりフォローしている、仕事をしている。おっとなんだこの技、技で忘れたけど雷神殺が刺さって、雷神説ですね。中堅対決、エイジ対表量。これも一本では厳しそうですけど、意外といけるんじゃないでしょうか。きっちり見ていた、残鉄波が刺さって、これやっぱりエイジ有利だと思います。上もきっちり見ている。しかし画面端に行ってるのはエイジだが、エンディエンディ、このキャラ強すぎる。エンディからぶっても少し入れてフォロー。さあ差しから出れない、出さない内島。エンディも揃っていく。体力はしかし赤く点滅している量、何があるかわからない。ここで発動かまして量を吸っている内島、きっちり逃げていく。残鉄波やりたい放題。エンディが地味に体力を奪っていく。おお近づきにくいですね。これおっと近づいたけど、なんとか一撃必殺当てたいですね。見事もなかったが、じゃがジリジリしている。表量何かが起こりそうな気もするが、何にも起こらない。冷たくエンディ。さあまた来た、大将エイジ対大将裏マリー。あ違う、中堅ですね。中堅ですね、エイジは。裏マリーなんで一発ありますよ。ここから逆にいくらでもありますよ、はい、さあきっちり下段コンボを決めて、まあ、A 中段が見えない。ここから持っていかれた、かすみさんに持っていかれたことは何回もある昔話を語っているおげんぱさあマックスの表回り、体力はまだ P ですが、ここからのエイジが相当しぶとい。裏回りです、裏回り。エイジはここからさあ、ザンデットもきっちりぶっ飛ばしていく。表回りは大胆な行動がなかなか取れない。あ、しかしスライサーが刺さって、あらお歩き壊し で, あれでこれは体力ほぼイーブンで、あれ通常投げと2択みたいになってますからね。そうですね、前へもあるんで全く見えません。さあ大将クラウザー対裏マリー、弱体化されたクラウザーですが、相性はそう悪くないと思います。さあ人生計算遠心遠心通常投げ、こっからのおっと見にくい、柵をきっちり押し置き、おっとしっかりガード。藤田君まだ落ち着いている。
おお、そういうのならきれいにコンボ入って関東勢見てますか関東勢見てますか後ろ頑張っている。しかしスライサー入っちゃって、だが体力はまだそこまで差がない。ああどうなる、まだまだありますよ。フリッツボールで牽制していく。あーっと潰された。 AC に投げしまった。あーしかし AC もう一回孤立になったが、こっちもマックスが慌ててコンボミス。関東勢パソコン閉じて。しっかりしてましたね最後。藤島軍勝利。何コンボをしっかりしているものは最後には勝つ。藤間君2立てですね。これ藤間君勢いありますよ。これマックスのポイントがもっこり減って、次回ロケッパ VS 藤島、勢い乗ってるのは間違いなく藤島だが、この試合どうなる。いやー、いい試合でしたね。僕は好きです。今のここに来て藤島軍大爆発ですね。やはりしっかりやっている藤島、キャラも変えずにここまで来ている。さあ、キャラはどうなる。え、ヒロさんどうする。あのどう、ヒロさん動画に言い訳残す。さあ藤島は、ダッシュ攻撃策エキストラ、ロケッパー相変わらずダッシュ研究がエキストラ、裏回りを取って藤島もクラウザを取っていく。ロケッパー裏テリーですね。クラウザーエイジ裏ヤシロです、ね、裏ヤシロ、裏ヤシロは初めてですね今日は。裏ヤシロは今日初、何かの対策なのかキャラ合わせなのかもしれませんが、ロケッパーキャラ相変わらず先方、おっと先方に持ってきた。先方裏テリー対裏ヤシロ、これ僕普段やってる組み合わせなんですけど、かなりゴムに近いと思います。ゴムなの。ゴムだと思います。結構かぶせられるとヤシロきついんですね。おっと、きっちり、おーっと、完全に読んでいた。完全に飛び込みからきっちり最大決めて、しかしこちらは負けていないがコンボ見つけてしまう。関東勢すいません、関東勢すいません、関東勢に謝罪も入ったけど、無敵だけからここはセットプレーに行かない。さあ、リードしているのはヤシロ。さあ、もうエンディモードか。発動してるからファイヤーキックが触れないですね。フラクニーが何かを決めていきたいが、ここはガーキャンで切り返して、さあ、まだ残っています。ウラテリーこの次ガード、あーっとフォローした、アウト、下ディーとファイヤーキック相打ち。もうああなったらもう相当お願いファイヤーキックなんですね。そうですね、ええ、まあそれが強いんですけど、勝ったのは裏ヤシロ。裏ヤシロ対アンディ、アンディですね。とりあえずお願いファイヤーキック発動まででワンセットみたいですね。そうですね、はい、全然ありだと思いますよ。おっと、ね、取ったはきっちり後ろジャンプで逃げて、ここから体力減らさずに、また取った取ってやるんだと後ろが巻いていくんだ。そんなアイプレーは許さないと壁に追い詰めてランディがジリジリしていく。だがヤシロ結構しんどい。あーっと、ここで大きいの入ってヤシロの大きさもガーキャンで回避。だがおーっと、ここでぶっ込んでいく弱残影剣でランディ取り返す。体力はドクターに対して最大が欲しかったですね。やはりこのミスが全てを左右する。ランディ対中堅同士、エイジ、あーっと、金利暴れが、これがまだ強い。コンボがしっかり決めて、上を見ている。さあ、かなり厳しいランディ、エイジがガンガン来る、ガンガン来る。もうこれはさばけないですね。あれは見えねえな。仕方がない、中段を食らって大将、打ってきましたね。まあ、中堅エイジ対大将、裏回りスカイさん、きっちり決めて、奥手が強い。しかし、エンディでさばいていく。おっと、少しよく見ている。無敵が決まって、見えない、綺麗なむくりからの今度決まって、体力は残り3割。しかしここでゲージを溜めにいく。こっからエイジのターンだと吠えきれ、無敵だけに警戒して、前線からのめくりっぽいのきっちりガード。さあ、発動してしまったエイジ、ここから飛び出してくるのが、しかし裏回りもゲージが溜まっている。
相手前転、相手前転だから三鉄は振りにくいですね。おっと、だが打っていく。ああ、マックスライザー。マックス残鉄は決まってしまって、体力は残り4割程度。さあ残り1割、残り1ドットもない。もうドットもない雰囲気です。おっと、酒の下を打って下 B。かなり気合のこもった B 連打でしたね。さあやってやるんだと下 B をこすっていたロケッパー。まだまださっきと同じく返す。おっと、ここは投げで、きっちり、またまた頭上投げ、裏回りのターンが続いていく。さあ、ここで発動。おっと、入れないが、もつれて。さあ、発動したままの裏回りが攻めてくる。弾き厳しいが、クラウザー、落ち着いているか。おっと、ぶっ飛んでいく。下に、裏回りが、おっと、ここはまた頭上投げ、そってしまって。わかりませんよ。おっと、負けてられない。無敵なりに死んだ。しっかりしっかり最後に調整の入ってない技でダメージ取って、めちゃくちゃ減った最後。さあここまで内島4盾3盾か、勢いに乗りまくっている。さあなかなかいい試合だったんじゃないでしょうか。さあここでポンズ対藤島が始まる。ルーザーズ決勝、ルーザーズの決勝ですね。モードは、お互い同じダッシュ攻撃仕掛けギストラ。キャラは、ポンズの方が相変わらずの表クリス裏マリーまで決めて、最後はエイジなのかユリなのか。さあ藤島の方はエイジ表ユリ。ここでおっとポンズの方が、レオナ。おっとやはり来ましたね、クラウザーですね。藤島君はやっぱりあの皇帝様に絶大な信頼を置いてますね。個人的に藤島クラウザー相当強いと僕は思ってます。さあ先方戦、いやいや、いつかチーム戦で一緒に やった時も彼らには東京ではかなりの活躍にしている藤島クラウザー。しかし、画面上では表クリス対表ユリですね。おっと、切り返していく、しっかり打っていく。ここで、おっと、こっちもしっかりポンズの超一体育決まって、さあ、またゲートされましていく。ケースは表クリスがガンガンいっている。さあ、ユリかなり苦しい。こうなってしまうとかなり苦しい。画面端切りして、あ、しかし足切り直すと思ったらまた突っ込んでいくクリス。楽勝利で返したが、あーここが発動、大きな狙ったがちょっと距離が離れてましたね。さあ表クリスが下段からコンボ決めて取っていく。そういえば表ユリを使う人は多いですけど、裏ユリは少ないですね。裏ユリよりやはり表ユリの強化が目立つので、ということなんじゃないですか。僕もそうです。さあ中堅エイジ対表クリス、表クリスが激しい動きをしている。しかしよく見ている残鉄パー。さあ金銀優押し置きはない。おっとカウンターで当たってしまい、これは痛いか。よく見ている。端っこのジャンプで逃げるの、リバーサをきっちりとがめたが、ここはきっちり、ND で投げが決まって中堅エイジが取り返す。体力は4割程度。中堅でまた出ましたね、これ裏張り、裏張り対エイジ。決めするのはどっちなんでしょうか。さあエイジのはゲージがある。ここで大ジャンプから投げを決めて、もしかし切り返していく裏張り。さあ突っ込んでいくが投げで押し置き。あーっとここは下段から最大をもらっていってしまった。まだ死なないですが状況はかなりいって、あーっと綺麗な奥攻め、めくりから中断ですね。これは厳しい。もうあの1回目のジャンプ D をガードさせるなり当てた時点で勝ちですよね。そうです、もうほぼ勝ち確と言っていいんじゃないでしょうか。さあ大将レオナ、これ相当厳しい。だがまだ諦めていない。おっとさあ攻めていく、攻めていく。ポンズ負けてられない。だが藤島も負けてない。赤くなったエイジが全滅して、おっとあーこれ当たらない。だからお互いお咎めだし、もつれたがエイジが盛り返していくのか。またまためんどくさいタイプのエイジが生き残っている。ここからめくりが入ってしまい、
三鉄決めて。さあ、牛も落ち着いてる。まだ距離を離して。レオナがやりづらい。相当やりづらい。あーっと、何か漏れてしまい、カウンターが出てしまう。あー、ついにガーキャンでやっとエイジを倒す。酒が出ませんでしたね、きっと。そうですね、酒が漏れて、なんか通常と出てましたね。NA か、まあ、A が漏れてましたね。何にしよう、カウンターでもらってしまったレオナ。あー、相当苦しい。ダッシュ投げ決めて、端っこ位置して、相当苦しいですが、あーっと、ここは仕方がない。離してしまったポンズ、勝ったら藤島ちょっと。ここまで後藤の5た…え ?4 たてやりおる。説明をしましょう、一旦ルールの。ちょっと待ってくださいね。なんですが、あのルーザーズで上がった人とウィナーズ、まあ言うたら天さんはウィナーズで、はい、そういうことです。あ、それでいきます。それでも2本と4本でいけますけど、1本と2本で、そういうことです。あの今回のルールでは、あの先にウィナーズで勝ち上がった天津飯さんは1勝すれば優勝、はい、藤島くんは優勝するためには2勝です、はい、2連勝が必要です。わかりました。このままの勢いでいけばね、勢いは間違いなく藤島くんですね。はい、それでは用意ができたら始めてください。グランドファイナル。さあ、グランドファイナル 1P 藤島、 2P 天津飯。さあ、先ほどウィナーズのリーグ戦で優勝した天津飯とユーザーズを怒涛の4連勝で駆け上がった藤島、はい、さあまずは藤島、エイジハイデルンが決まっている。対する天津飯は裏や白い表より裏キングが入ってきた。おお、変えてきましたね。これ前に使ってたチームですね。なるほど。ハイデルにやりやすいから当てきたのかもしれないですね。あのスライディングでハイデルの対策と、はい、くぐれちゃうんで。そうですね、順番もおそらく予想してか、一応順番は合ってますが、合ってます、ね、まずはここを勝っていきたいところですね。さあ、まずは先行戦エイジ対表より。あー、それから藤島君クラウザーが外れてベニマルになってますね。あ、本当です。さあ、まず試合を有利に、体力有利やんは藤島エイジ。さあ、状況も端に追い込んで有利を維持している。さあ、小技をチクチク当てて端に追い込んで中段バックジャンプ D。 なんで中段なんだあれ。これだけ早いんだよ。これあの有利に立ち合い振られてるとエイジ結構きついんですけど。ああ、そういえばそうでしたよね。藤島君うまく立ち回ってます。はい、こうおお、間に合いさせられました。 AA の外側でしっかりね、はい、さあガード発動したが、さあここはガーチャンに引き返していく。おー、立ち入れ。最後は演技、まあまあ、こすりますね。あゆ直径の状況です。そうですね、はい。さあ、まずは最先よく先方戦取っていったのは藤島のエイジ。さあ、天津飯、これは裏キングが立ってね、レノブ打てないんでね。あー、なるほど、なるほど。まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫。そう、確かにゲージが溜まってしまうと、もう見てから残鉄余裕でしたと。はい、そうなったら緊張力キャラみたいな。ただ走りを追い込んでものすごくインファイトしているのはキング、裏キングの方なんですけどね。そう、そう、裏キングもでもこれ中段なんですよね、はい、ある程度雑魚、エイジのしゃがみの雑魚もそこそこ高いんで。そうですね、機能してます、はい。さあ、これでさっき言っていたおそらくハイケル対策であろうと、そうですね、ロケッパさんの予想ですが。さあ、まずはハイデルが走りを追い込んでジャンプシー発動と。藤野くんあんまり打ってこないですね。そうですね、もうあまり付き合わない、付き合わないっていう方針でやってるようですが、さあお互い発動しているが、これは一発一発のダメージが重い、ね。さあ、そして先にゲージが尽きてしまうのは藤島側のハイデルン。だがまた端に追い込んでいるが、中段漏れたところを気にしていて、あ、死に投げないでいく。最後は歩いてステップしゃがみ B メノム。いい連携です。慌ててしまったのか、刺さってしまいましたね。これ大将ですか。大将戦ですね。さあ、これテンさんリーチです。あーっと、あー、ここは ND だけ安かったと。
まあ、なんか飛び込んだところは C 投げをこすってる。これ、看板が裏エスロなんで、はい、裏キングを倒せるのは結構レニマルやりやすい。レニマルがやりやすい。あー、なるほど。とりあえずここはここなんとかもう最低限で、ただ今度は対空に用意してますね。完全にこれ待ってますよね。おお、さあ、だが反動3段。あー、やっぱり発動してると減りますね。あれ、かなり減りますね。そういえば、ロケさん一時期ベニマル使ってありましたよね。はい、あ、今も使ってます。あ、ほんまですか。はい、あ、キャラ合わせとか、はい、なるほど、なるほど。さあ、はい、で、あー、だが、痛いのが入る。お、だが、なるほど、なるほど。気絶値とかも確かこれ、無印と変わってるんですかね。そうですね、上ライジンが減りました、ね。あ、なんか言ってる間に、あ、終わっちゃいました。ちょっと、はい、解説を求めてる間に終わってしまった。さあ、グランドファイナルルール規定により結局優勝したのは天津飯。はい、まあ、はい、みんな拍手。仕方がないというか、まあ不本意という、そうですね、まあまああまりもうここで失言は控えましょう。はい、優勝者に一言いただきましょう。はい、自分で主催して自分で優勝するという意味をしっかり決めて優勝しました。あれ、なんか冷ややか、皆さんが相当冷ややかなんですが、かかってこいと。でもこれ、この発言のせいでもしかしたらニコニコバンされるかもしれないですけどね。大丈夫ですかね。まあこれは上げた後のお楽しみということで、まあでも準優勝の藤島くんにもね、一言ちょっといろいろあるかもしれないんでいただきましょう。どうぞ。なんか本キャラでかかってきて欲しかったですね。ね、まあさすがにね、そこ振り返っていく。そうですね、さすがに俺相手にサブキャラってちょっと土地狂いすぎでしょ。持っていく、煽っていく。まあこの後の試合あるでしょうから、しっかりと、まあ勝ち逃げ、分からせるか分からされるか分からないけど、いや、もう勝ち逃げ、あ、勝ち逃げで、まあ、今日は勝ち逃げ、勝ち逃げで次リベンジ待ってるよと。はい、そうですね、もう一生勝ち逃げです。一生かよ。